TGV ポス。TGV ポスは、フランス国鉄の高速鉄道車両である。LGV 東ヨーロッパ線から、ドイツ鉄道スイス連邦鉄道、スイス国鉄方面への直通国際列車の運行を、目的に開発され、2006年から2007年に、かけて導入された。ポストはドイツ語のパリオストフランクレク、ズドイッチロント、パリフランス東部、 ドイツ南部の頭文字に由来する。ポス編成38万4000系は、両端2両の動力車と、中間8両の連接客車、付随車の、軽重量で組成される。編成長は200.190メートル、車体幅は2904ミリメートル、空車時の編成重量は383トン、最高速度は時速320キロメートルである。 SNCF の電化方式である、交流 25000V50Hz、直流 1500V と、DB スイス国鉄の電化方式である、交流 15000V16.7Hz の3、電源に対応する。動力車の形状は、デュプレックス編成と同一の流線型で、運転台は、車体中央に配置されている。ただし構え体は、構成から、アルミ合金製に変更された。 動力者の制御方式は、オットーロンティック編成以降で実績のある、VVVF インバータ制御であるが、制御装置の使用素子は、G とサイリスタに代わり、イベットとされた。主電動機についても、同期電動機から、ユーロスター向けに開発された TM、TMST373 系編成と同様の、三小誘導電動機に変更されている。 交流25000ボルト区間における主電動機1機、あたりの出力は1160キロワット、編成出力は9280キロワットである。ところで、従来の TGV では、シュットエ S と編成の一部とタリス部下編成が、DB スイス国鉄の交流 15000V16.7Hz 区間に対応していた。交流電化においては、電源周波数により、 車両に搭載する変圧器のサイズや容量が左右される。商用電源周波数の 50Hz では、比較的小型軽量で所定の性能が発揮できるのに、対し 16.7Hz で 50Hz と同等の性能を発揮するためには、変圧器を大型にする必要があり、重量も増加する。そのためシュットエスト編成も部下編成も、 電源周波数 50Hz を前提とした変圧器を搭載し、交流 15000V16.7Hz 区間での出力は、シュットエスト編成が 2800kW、25000V50Hz 区間6、450kW、部下編成は 5160kW、25000V50Hz 区間8、800kW にとどまっていた。タリス、インターナショナル社では、 ケルン、ラインイコールマイン高速線の開業時に、ケルン中央駅止まりの列車を、フランクフルト中央駅まで延長する構想を持って、いたが、部下編成の出力5160キロワットでは、ケルン、ラインイコールマイン高速線に存在する40、パーミル上り勾配での近郊速度は、時速160キロメートル程度であり、DB が要求する走行条件を満たせず、結局実現することはなかった。 コス編成では、イベット素子の採用で、主制御装置の軽量を小型化が図られた分、変圧器容量をある程度増強することが可能となった。この結果、交流区間1 5 0 0 0 v 1 6 7ヘルツ区間での出力は 25000V 区間の75%の 6880kW までに増強され、40パーミルボリ勾配の均衡速度は時速 200km 以上となり、 ケルン、ラインイコールマイン高速線のような急勾配が、開催する DB の高速鉄道線における、TGV の走行も目途が立つことになった。なお、2007年以降に落成した、デュプレックス編成の動力車についても、二電源対応である点を除いて、ポス編成と同一仕様の、TGV デュプレックスらしいとされている。ブレーキシステムは従来車の発電ブレーキ、 電磁自動空気ブレーキに加えて回生ブレーキも追加されている。動力車の基礎ブレーキ装置は踏みずらブレーキのみ。客車は踏みずらブレーキとディスクブレーキがそれぞれ装備されている。その他動力車には渦電流式、レールブレーキも装備されている。保安装置は ETOX レベル2を搭載し、SNC KDB スイス国鉄で採用されている。 既存の保安システムにも対応する。客車は2電源対応レス編成からクリスチャンラクローは3両、2等車4両、2等座席とバーの合わせ作り車1両で構成される。LGV 東ヨーロッパ線系統の列車は既存の LGV 南東線、LGV 大西洋線、LGV 北線と比較すると沿線人口が少ないため輸送需要も少ないと開業前に予測され、 デュプレックス編成のようなダブルデッカーは不要と判断されたためである。また、SNCF では TGV の客車申請はデュプレックス編成のみとする方針であることからレス編成から平屋構造の客車を年出して OS 編成を蘇生した。旧レス編成の動力車は申請されたダブルデッカー客車と蘇生され TGV レスデプレックスとされた。 ポス編成は、パリ東駅から、l g v 東、ヨーロッパ線を経由して、ドイツ鉄道のシュトットガルトミュンヘン方面に直通する、アリオ、パリリオン駅から、l g v 南東線、l g v ラインローヌ線を経由して、水国鉄のバーゼルチューリッヒ方面に直通する、リリアを主体に運用されている。l g v 東、ヨーロッパ線は2007年6月10日に開業したが、 この時点では4本が営業運転に充当された。所定の19本が揃ったのは2008年に入ってからである。2009年5月時点では編成番号4401から4419の19本が在籍し、全編成がパルトー港のパンタンに立地する東ヨーロッパ車両基地に配置されている。このうち第4406編成は、 スイス国鉄に貸し出されており、動力者には SNCF のロゴに代わりスイス国鉄のロゴが重複されている。編成番号と客車の転用元編成を一家に示す。第4402編成は、東ヨーロッパ線開業前に SNC 海アルストム、フランス鉄道線路事業公社の3社による V150 プロジェクトとして特別編成を蘇生し、 2007年1月15日から開始された試験運行で同年4月3日に鉄輪式における世界最高速度時速5 7 4 8トルを樹立した。V150 とは秒速1 5 0ルイコール時速5 4 0トルを意味する。第4402特別編成は両端2両の動力車384003.384004号と 中間3両のデュプレックス編成用客車の5両で蘇生された。車輪直径は通常の 920mm から 1080mm に拡大され、客車の台車4台のうち2台にギーフのプロトタイプで採用する出力 1000kW の永久磁石同期電動機を4機装備し、 動力車に装着されている誘導電動機も通常の 1160kW から 1950kW に増強された。この結果、編成出力は通常のポス編成の約2倍の 19600kW、パワーウェイトレシオは 73kW、T と小型自動車に匹敵する数値となった。編成長は106メートル、空車自重量は268トンである。 この試験運行時には、先頭動力車のパンタグラフは不要のためカバーで、覆われ、ノーズ部は、運転台風防ガラス全面へのガラス追加と、エアダクトカバー設置、左右一体連結機カバー採用により、段差が極小された。客車3両は、デュプレックス編成により、動力車との急激な断面積変化を抑え、車体底面カバーの増設と、車両連接面間カバーが拡大。 増設された。これらの空力的な改造により、走行抵抗を15%減少させている。加えて、動力車には600個以上のセンサが設置された。試験運行に際しては、時速 500km 以上の速度域での最大電流を確保するために、河川電圧は3万 1000V に、河川張力も通常の 20KN から 40KN に強化され、分岐器の固定と、 バラストの強化など最高速度記録挑戦に向け万全の体制が取られた。そして当日は試験運行及び新記録達成の模様がテレビで生中継された。小型ジェット機を飛行させ上空から走行する特別編成を追跡する実況中継も実施された。最高速度は13時16分に l g v 東、 ヨーロッパ線の 191km 地点、ムーズイコール TGV 駅、シャンパーニュイコールワルデンヌイコール TGV 駅間で記録された。試験終了後の5月に、戦闘車と G の客車がパリ7区、エッフェル島近くのセーヌカンで展示された。その後、中間車は、主電動機を撤去した上で、デュプレックス編成に蘇生され、動力車は、当時の車体塗装を残したまま、 世界最高速度記録達成記念のレタリングを施し本来の仕様に復元された後にレス編成から捻出された客車と組成され営業運転に使用されている2013年に車体外装が TGV リリア仕様の図色に変更されたが当該車両が世界最高速度を記録した車両であることを示すレタリングが施されている楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。